井上真でございます。ノーミルク佐藤です。今日もサッカーをもっと楽しく見るために今日はこちらのお話を伺いましょう。ドン、ミルトトープレビューお願いいたします。そうでございます。はい、週末がもうやってくるわけなんでございますな。そうなん、ただ、ね、今週ちょっとイレギュラーでやっぱりゴールデンウィークってのもあるんですが全然やってこないですよ週末は。ごめんなさい、土曜日の感覚がおかしい。試合だなって言ったらそうやって言うようになっちゃう。そうなんですよね。そういうことですよ。ゴールデンウィーク、はい、実はね、ゴールデンウィークなのもあって、はい、今週のこのミレットとプレビュー対象試合の曜日で言うと、うんうん、木、金、土、日だ。木、金、土、木からあるってことですもんね。そうなんですよ。なんで、これ実はですね、水曜日に本当は J2 の試合があるんですけど、うんうんうん、それ待ってると動画出せないってのがあって、うんうんうん、これ我々なんと月曜に撮っております。うん、我々も。はい、はい、はい。まあまあ、どんなことがあるのかってことは、これからちょっといろいろ話していきたいなと思いますので、はい、まずはまあさ、見る、とはお願いします。その前にこの3文字熟語に戻してもらって、これ、交わり大作さんっていうことですか、はい、なんで3付けなの、交代作。すいません。一回ね、画像変わっちゃったことによってね、一回戻してまで言うことかっていうのが載っちゃって、すいません。ごめんなさい。これなんでなのかっていうと、やっぱ連戦、特にね、5連戦、9連戦みたいなチームさんも実はあったりだとかしていて、まあ、主力の方々、いわゆるスタメン11人をずっと出し続けるっていうのがちょっと無謀な時期に入ってきちゃいました。そういうことだよね。はい。なんで、控え組だとかの皆さんとか、普段ベンチ外だった方もベンチに入ってきたり、スタメンもあるので、はい、その方々がどれだけ活躍できるかがすごく重要な時期になってます。わかりました。ということで、ミルトとプレビュー、はい、ミルトととは、まあ、さお願いします。仮想トトカルチャーでございます。予想 AI が育っております。はい、左下が計算式、詳しくは始まってから調べてください。はい、説明いたします。はい。はい。ういう概要欄にね、はい、リンクが貼ってあります。そこから参加してね、皆さんも順位争奪。お願いします。仮想トトカルチャーに参加していただけますよ、ということでございます。はい。そうなんでございますよね。うんうん、はい。まあ、ということで、もう今回の、対象試合となる、まあ、J3、J2、J1 の、試合を見ていこうじゃないかと思います。はい、それではまず第一に J3 から参ります、はい。こちらでございます。お願いします。はい。J3 は今回は29日金曜日、そして30日土曜日の合計9、9試合と。はい、ところになっております。予想パーセンテージもね、ホームドローアウェイで勝率出てますけれども、これはミルトト君がね、予想したデータに基づいたあくまで予想数値ということでございますので。そういうことですね。僕の意見でも先生の意見でもございませんのでね。過去のデータでございます。こっちゃいやーよということでございます。はい。はい、で、うん、青くなってるところがミルトと対象試合でございます。はい、富山、鳥取戦、愛媛、福島戦、そして北九州、藤枝戦、そして、プラス、今週もマーサーは実況に行かれるということで、そうなんです。29日金曜日、ね、はい、相模原対 YS 横浜に。ということで、はい、今日はその4試合に関して触れていこうじゃないかと思います。ありがとうございます。はい、まずは一番上の富山鳥取戦からいきましょうと。うんうん、富山はちょっとね、長らく、このね、これ、左側にこれありますけど、はい、直近6試合が勝ち、負け、負け、分け、負け、勝ちということで、ちょっとなかなか流れがつかめなかったところはあったんだけど、ようやく前節のところで復活してきたなっていうところがありましたと。はい、で、鳥取さんはね、実は1試合ちょっとやってないっていうところもあるんですが、うん、今のところは1勝1分け3敗という状況になってます。はい、なんで、基本的には今までのね、最近のこう、リーグの状況で考えたら富山さんが優勢かにも思えるんですが、実は相性だけ見ると、やや鳥取さんの方が優勢だというところがあったりするので、まあ、ちょっとドローにも近いような一体こうがっぷり四つな試合になってくるんじゃないのかなってところですね。なるほど。両チームともちょっと、アタッカーの皆さんが今好調だってところがあって、鳥取は田口さんとか大久保さんとかね、そうね、が好調だし、で、富山も前線のメンバーがね、そこから点取れるってところがありますので、うん、まあ、前線のメンバーはどれだけこう抑えられるかって、そのディフェンスの方に注目が集まる試合になるんじゃないか。あなたはどう予想しますかということで。うん。ミルトト君は、まあ、3、すくみ。の予想でございますね。はいはいはい。パーセンテージ見ますと。はい、はい、うん。そして続いてでございます。はい、今度は愛媛対福島でございますと。はい、今やっぱ首位である福島の方が、やっぱね、負けもないので、まあ、好調かなっていうところもありますが、はい、やっぱホームで戦えて、ここ3試合をね、カチカチ分けてきている愛媛の方にも分はあるんじゃないのっていうところもあったりする対戦ですと。はいはいはい、愛媛が初めて今年 J3 戦ってるのもあって、このカードは相性は今までのところありません。うん、初対戦ということになります。うんうん、そうかそうか。そう。が、うん、しかしですよ。福島には、去年の愛媛の流れを知ってる男がいるんですね。はい。
昨年は同じ J2 リーグで戦っていた、今年は福島の監督をやってらっしゃる服部さんがいますので。うん、おー、なるほど、そうか。そうそうそう。はいはいはい、はい。愛媛のことは分かった状態だっていうのが、ね、ちょっと愛媛側からしたらめんどくさい。ジュビロ時代に戦ってるところでしょ、指導者として。そうなんですよ。うんうん、服部さんとしては知った相手なので、ちょっとやりやすいところもあるかもしれない。うんまあ、それは数値には入ってないけれども、もしかしたらちょっと福島の方が優勢である可能性ももしかしたらあるかもしれないというところが、はい。愛媛もでも上げてきてるんですよね。最初3年間から始まってあれでしたけど、はい、うん。どうなりますか。大事な試合になるでしょうね、これね、どっちも。でしょうね、うん。というところです。どう予想しましょうか、皆さんね。はい。うん、そして、続いては北九州対藤枝でございますと。はいこの対戦カード、両チーム結構ね、お疲れの中もしかしたらの試合じゃないかっていうのもありまして、うんこれね、撮ってる前というか、週末のところで、天皇杯予選もあったんですよね、J3 の皆さんの多くもね。ほうほうほうで、この両チームは結構ギリギリのところまで行ってしまったっていうのがある、PK 戦とかね。はいはいはい。延長戦か、のところまで行ったから、うん、結構お疲れなんじゃないかっていうムードもあるらしいです。なるほどね。はい。で、この両チームではあるんですが、うん、まずは北九州ですね。うん北九州は直近3戦は勝ち、負け、分け。そして、藤枝の方は勝ち、負け、負けというところで、やや藤枝さんが最初の勢いがちょっと、大丈夫かってところが今のところあるかもしれません。はいはい、ただ、相性で見ると、やや藤枝さんが有利ってところがあり、まあ両チームともここもオフェンシブパスサッカー同士ってところがありますから、まあ、ボランチの選手とか、うん、サイドバックの選手あたりが、ウィングだとかトップした中盤の選手たちを前に行かせないためにはどうすればいいのか、なんてところをこう、戦う部分になってくるのかな、なんていうふうに思います。ここもちょっと3すくみ感がありますね。はい、確かに。さあ、どういうことでしょうか、うん。すごいね、接戦だね。ですね、はい、うん。そしてもう一試合、相模原 YSCC 横浜でございますと、はいまあ、神奈川ダービーということにもなりますけれども、うんうん直近の3試合がなんと3連敗同士というところで当たる試合にも、うん、なるんですよね、うんうんうんで。今期はまだ YS さんは勝ちがない状態だとそうなんです、ねうん、いうところもあり、まあ、果たしてね、相模原相手にどうなるかっていうところですが、うん、両チームともプレスが激しいチームでもあったりするんで、はい、プレスは両チームとも結構やり合えると思うから、ボール持った時にどこまで前進できるかってことのそのね、うん、パフォーマンスを見せれた方が僕は勝てるんじゃないのかな。なるほど。思いますね。うん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 、あとはだから、藤本淳吾 VS 松井大輔みたいな、左利き元日本代表対決なところもあるんじゃないかと思います、ねうん。それ見たいなちょっと鬼圧な一戦にもなるんじゃないかな、なんて。はい、はい、思います。さてどうなりますでしょうか、ね。一生懸命お伝えしてまいりますので、ライブオンザゾーンでご覧いただきたいと思います。よろしくお願いします。はいうん、続いて今度 J2 見ていただきましょう。はい、こちらでございます。ドン。はい、J2 はですね、うん、ミルトと対象は上の4つ、ちょうど30日土曜日のカードでございますね、はい。なんで今日は上の4つをちょっとお伝えて、はい、伝えていきたいと思います。まずは千葉対大分と。うんこういうところですね。うん千葉さんなんか直近3試合が負け、じゃあ分け、負け、負け。まあ、こっちの勝ちがない状態。うん、でただ、大分さんは勝ち、勝ち、負けというところで来てます。うん、はい。なんで、流れ的には大分さんの方がやや上かなというのもあるんですが、相性で見ると実は千葉の方が優勢だというところもあったりします。はい。まあ、ここもね、お互いその攻めるってところではまあ大丈夫なチームなので、まあ、守備のブロックどれだけ築けるかってところになってくるでしょうから、うん、あとはプレスですね、うん。ちょっと千葉の方がその強度は高そうだけど、オフェンスの強度は大分の方が、強度の方が高そう。なるほど。どっちを見るかってところですね。ミルト君はね、3割ずつの予想をしてますね。大雑把に言います。そうです、ね。3、4割。まあ、千葉のはちょっと優勢やや優勢なところもありますかね。うん、というまあ、あくまでこれ予想ですからね。あくまで、ね。目安に、見ていただければということで、はい。でございます。次、何すごい。栃木の方が 62%。ね、すごい出ましたね。山口対栃木というところで。順位は栃木の下なのに、これ直接対決ってことですね。そうなんです。今まで相性が。が、なんと栃木が6回、はあ、直近6戦6連勝というところで、はあ、その相性がだいぶ強く出たなっていうところもありました。はあ、はあ、じゃあ分かんないね、これはね。ここはちょっと分かんないですね。あくまで今の順位とかだけでこう見るのは、はい、っていうのはあるかもしれません。まあ、ただ一つありそうなのが、両チームちょっとドローが多いのもあるので、はいうん11試合中ね、約半分の5分けしてるのが山口で、4分けしてるのが栃木なんで、うんうんうん、もしかしたらね、ドローみたいなところでこう、ベットする方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。そうね。はい。うんうん、だ栃木すごいね。今年山口がオフェンスがすごいこう、好調だってのもあるんですけど、はいはいはい、栃木はね、前節横浜を止めましたからね。そうなんですね。これは守備陣としては。
自信持っていいやつですもんね。そうなんですよ。なのでそうなってくると、うん、なかなか両チームと守備で噛み合ってのこう 0-0 なんかもあるんじゃないかっていうのも、もしかしたらだと、はいはい、あの違う崩せるかっていうところもね。そうですね。はい、はい、うん、そして続いてが水戸対神戸でございます。ここちょっと面白そうですね。直近3試合、ドロドロ、うん、勝ちの水戸と3連勝中の神戸ということで、はい、まあ負けの最近ない両チームでございますと、うん、で直接の対決でも、6戦で3分けしてるっていうところがありますので、ちょっとどっちに転ぶかなっていうのが、まあ分かんないかなと。はい、特に前節甲府は、好調町田相手に勝ったりだとかもしましたし、うん、水戸さんも好調山口相手に、アディショナルタイムにね、逆転弾なんていうのがありましたから。勢いに乗ってる対決ですね、これは。そうなんですよ。はい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 、なんで、この両者、それこそアディショナルタイムまで結構もつれ込むんじゃないのかなっていうのが。そうだね。今季は本当にアディショナルタイム弾が、多いらしいですよ、全リーグ見てもね、これ。そうですね。もしかしたら、1-1の流れから最後にドラマがあるかないかみたいなことも、そう、ルヴァンなんかもそうだし、やっぱね、5人交代して、何ですか、ちょっと熱くなってきたりとか。うん。ね。やっぱ交代策、うん、そのあたりも聞いてくるんじゃないかなと思いますし、ね、見逃せませんぞ、ね、はい。そしてその次が琉球対新潟でございます、うん、だいぶ予想で言うと新潟より、そうですね、はい、まあ、なかなかの琉球がまだ11戦中1勝しかしてないっていうこともあれば、直近6試合のこの直接対決でも、1勝1分け4敗となかなか琉球は新潟相手にちょっと勝ててないっていうところもありまして、はい、新潟の方がまあ熱いね、パーセンテージになってるかと思いました。まあ、あとはもうここのポイントとしては、本間真央をどれだけ抑えられるかじゃないですかっていうのも、この間も途中から出てきて、もうキレキレのキレキレのキレキレで一手に絡んでいったところもありますので、マッチアップするのが田中圭太選手になるでしょうか。ああ、面白いですね。そのあたりには見る方としては注目していきたいなと。なるほど。というところでございます。はいはいはい。そっか、あとね、岩手熊本も、ああ、岡山ベルディを見逃した。ああ、あと群馬横浜のまたホコタテ対決ですよ、これね。ホコ対決ね、ちょっと注目ですよ、ね。東北ダービーもあるわけじゃないね、これ。ありますね。ね、注目よと。はい。はい、はい。というところでございました。じゃあラスト、うん、J1 見ていただきましょう。こちらでございます。どんなカードでしたっけ、こちら。はい、うん、J1 はですね、木 J が1試合あって、金 J が6試合あるという状態。おー、なるほど。で、木 J はなしで、残り金 J の6試合が対象となりますと。はいはいはい、ちなみに言うと、この第10節というのは、うん、まあ、ACL 期間でもありますし、うん、まあ、川崎、浦和、神戸、マリノスの皆さん、すでにね、この第10節を終えているという形にもなりますので。そうですね、1節、2節、9節とかでしたもんね。そうなんですよね。はいはいはい、という形でございます。ホップ、ステップ、アルバトロスみたいな感じでしたもんね。ちょっとよくわかんないですけど、すみません。まあ、でもそんな感じありましたから、ね。はいはいはい。見ていただきましょう、うん、まずは一番今回ね、対象試合の6試合見ていただきましょう。なので上から2番目の札幌対湘南からいこうと思いますと、うん、じゃあまずこの札幌湘南なんですが、はい、ちょっとね、札幌さん今年ドローが多くてね、ここまで9試合中7分けっていうね、うんうん、実はこの対戦成績直近6試合でもなんと6戦中4分けっていうところで、うん、まあ、ドローの形もあるんじゃないかと思いますが、果たしてっていうところですね。ちょっとルヴァン終わりでね、ちょっと悔しい柏屋にね、まくられ方してますから、札幌はね、そうなるね、そうね、さあどうなるかっていうのもありますし、スカッとしてほしいでしょうね。両チームとも、はい、両チームともちょっとオールコートマンツーマンのところもありますので、うん、まあ、運動量激しくなるでしょうけど、まあ、札幌ドームでやるのでね、そう、気候的には大丈夫でしょうが、うん、まあ、慣れてる札幌の方がやや優勢というところで、それで出たかなっていうところがあります。うん、はいはい、はい、続いてはこの清水対広島でございますと。はい、スキッペ監督が本格的にね、やり始めてから、負けがないっていうところで、ね、直近4戦負けなしという広島でございます。はい。ただ、なかなか清水さんの方は、直近6試合のところで勝ちがないという状態にもなっていますと。いや、心配な部分もありますけど、果たして。そうね。いうところはありますが。まあ、ここはちょっと僕は日本代表対決なところもあるんじゃないのかなと思っておりますと。まあ、やっぱりね、清水は鈴木唯人選手も、あとは松岡選手が怪我から戻ってきたりだとか。はいはいはい。もありますが、やっぱり権田さんですよね、ゴールキーパーね。はい、やっぱ彼のこうセービングってところがまあ効いてるからってのもありますし、うん、広島としてはキーパーの前にいる一人の門番、オフェンスの方にも関わっていってる佐々木翔さんが、そのスキッペ監督の選手、今もうめちゃくちゃ体現してるってところがあるんで、そのあたりも注目だよと。なるほどね。あと、ただ、ちょっとこれを先の話になるんですが、はい、この収録してる25日にですね、はい、広島新フォワードの獲得が、元スイス代表のか、フォワードを取ったよ。広島ですか？そうなんですよ。あららら。ほう、一応フリーの方になるので、うん、一応現段階でも一応獲得は可能っていうところがありますから、うん、そんなにしないうちに多分日本にも来て多分馴染んでくることになると思うので、なるほどね。はい、そこなところにもご注目いただけたらと思います。はい、残り4試合見ていただきましょう。
今度は京都対福岡でございます。うん、京都はね、前節なの、やっぱ柏戦、うん、もう繋いで、十何人かわして得点決め切ったなんていうシーンがね、はい、かなりメディアさんでも話題になってますけれども、プレスもできるチームでもありますし、まあ持っていけるチームでもありますから、うん、ちょっとまあここのね、福岡戦ではこう戦えるかどうかってところがテーマになってくるかもしれませんと。うん、福岡はね、もうデュエルの部門で上位トップ5とかに3人ぐらい名を連ねてるチームでもあるので、そうなんです。京都さんがプレスで行こうともそこはね、防げるだろうし、うん、デュエルでゴンゴン攻めようとしたら、もしかしたら福岡さんに優勢なところもあるでしょうから、はい、パーセンテージはやや京都とかドローが優勢ですけれども、うん、福岡もちろん侮れないところになっておりますね。そうね。はい。まあ、ここは直接の対戦戦績もありますけれども、うん、結構ね、J1 でのって言ったら相当前になっちゃいますから、まあ、それは抜いて考えてみていただいてもいいのかなと思っております。うん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 、はい。続いて、柏対鳥栖でございます。はい。まあ、ここあまりこう、負けのないとか、今年こう、席巻してるチームの対決ですよね。うん、レイソル。まあ、直近2試合はちょっとね、力負けというか、ちょっと負けてしまったところもありますけれども、はい、トスの方はやっぱりね、失点しないチームだったところがありますので、うん、まあ、ここはね、お互いのやっぱりエースですか、まあ、細谷選手、ね、柿田選手あたりがどう打ち破っていくのか。土曜のルヴァンどっちも勝ってますから、これ。そうなんですよね。うん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 、そのあたりがこうどう響いてくるのかなんてところにもご注目いただければなと思います。はい、ただ、うん、直近の相性で言うと、トスの方が6戦4勝してるっていうのがありますので、ね、その部分をどう見ますか。トスはちょっと右サイドのやり方をちょっと変えてきたから、なんかルヴァンはそれで結果が出たみたいなね、ちょっとこう、ためを作れる感じのあれにしたみたいなのを、ね、エルゴラストに載ってました。先生。載ってました。皆さん見てみてください、ね。載ってました。はい。いやいや、うん、そして残り2試合でございます。はい、セレッソ鹿島でございますと。はい、まあ、やっぱね、ルヴァン含めて、まあ、優勢な、まあ、両チームでもありますし、まあ、ルヴァンでもね、同じグループに入ってる2チームでもありますけれどもと。うん、ただ、やっぱ直近対戦戦績だと、鹿島が6戦4勝してるってのがあるので、うん、まあ、やや鹿島優勢なのかなとは思いますが、うん、まあ、果たしてどうなりますでしょうかと。はい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 。まあ、セレッソはやっぱ前線の若手組ですよね。加藤選手とか山田選手が効いてますし、うん、まあ、そんなこと言ったらアントラーズもね、ユーマ、綾瀬。そうね。ね、樋口さんのこの間のね、ゴールなんてもうデボライデじゃねえかっていうね。いや、そうなのよ、ね。私のツイッターでもあれ狂ってましたからね、もう。いや、そうなのよね。はいはい、だそうなってくると、フォワードを操る中盤、樋口選手とか原川選手にご注目いただきたい試合にもなるかもしれない。なるほど、なるほど、うん、ラストでございます。東京対ガンバでございますと。はいはい、やや東京の方が優勢なところ出てますが、直近3試合で見ると、ドロードロードローな東京と、うん、ドロードロー負けなガンバと、ね。そうね。はい、うん、ただちょっと一つポイントで言えば、こう、試合を支配しやすいのかなっていう意味では、東京の方が僕は試合はすると思います。6割3分ぐらい、63% ぐらいボールは東京が支配すると思います。ただガンバはですね、データマンっぽい、うん、そうなんです。ただガンバはそれを、良しとしてるチームなんですよね。なので。入るよ、ポゼッションどうぞどうぞっていうチームでもあるので、自陣に引き込んだ後のカウンターなチームでもありますし、80分以降になったら、それこそパトリック、うん、ペレイラ含めたそのパワープレイ組ってのも多いですから。はいはいはい。だからある意味 0-0 推移で後半をね、最後の方まで行っちゃったら、それは東京優位に見えて、実はガンバ優勢っていう風に、急に変わってくることもありますね。なるほどな。カウンター最後のパンチを持ってるわけだからね、コマとしてね。そうですね。はははだから序盤に点取れるか、東京最後まくれるかガンバって感じにもなってくるかもしれません。わかりました。ありがとうございます。皆さんはどのような予想をね、していただけるのでしょうか。はい。ということで、スタメン以外にもご注目、うん、いただきたいミルトトップありがとうございました。ということで楽しみです。ゴールデンウィークもサッカー毎日だから見れるってことだよね。ほぼそうですね。木金ね、土日いっぱいもありますから、土日見れちゃうからね。すごいのよ。木金土日働かないってことでしょ。ね、そうですね。月火水ふんふん、働いて、ヒーローに会いに行く、たくさん会いに行くですもんね。そういうことです。はい、そういうことです。ありがとうございました。日本酒とか飲みたいな、なんかつまみは魚っぽいの食べたいんですけど、なぜだろうな。理由がわかんないんだけどね。はい。ありがとう。ししゃもだよ。ありがとうございます。そういうことで、全然意味がわからなかった途中まで。ということで、すいませんでした。はい、ありがとうございました。さあ、チャンネル登録、高評価ボタンで応援してくださったら楽しいです。毎日やってます。朝晩出してます。昼には、サブアカも出してます。雑談やってます。そちらもよろしくお願いします。今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。井上真でした。どうみりさとでした。それではまた。じゃあねー。ありがとうございました。ガスイ、ふんふん。